肉まんとまんじゅうを配っている兵士はどこだ。あたりの者に尋ねてみる。早く見つけねば、まんじゅうがなくなってしまう。はーい、まんじゅうバカ二人が引っかかりました。彼らの運命はいかに。あれは、うっすが輸送兵のことを知っているかもしれない。義継、まんじゅうを持った兵士を見なかったか。高虎、先ほど兵士から聞いた通りだ。まんじゅうこそ打ち止めたはずだ。食料を強奪するなどもってのほか。成敗させてもらう。待て、強奪だと。俺たちはただまんじゅうをもらいに。先ほどあった輸送兵がそう言っていたぞ。あいつが襲われて逃げてきたとか。馬長は素直すぎるのよ。輸送兵に化けた我が輩の嘘にまんまと乗せられおって。行くぞ陸曹、この辺り一帯を燃やし尽くすんだ。どんどん火をつけましょう。奴らは何をしているのか。無意に火をつけるなら放置はできぬ。リクソンらは家臣コニに習った術で幻惑してやった。早く止めないと饅頭が焦げてしまうぞ。なぜ馬長らに邪魔されたかはわからんが、どうも義継の奴は悪乗りしているように見える。とにかく輸送兵を探すぞ。あちらにも人がいるようだ。訪ねてみよう。お前たち、この辺りで輸送兵を見なくて。お前らの分も酒などないわ。酒？何の話だ。酒は全部わしのものじゃ。後で美女たちと飲み比べて。いやー、とうたく最高。さすが煩悩のドンゲ、我が輩がいい酒があると言っただけでこのありさまよ。敵を相当する。敵将を討ち取った。一体こそ、いけずな。ここで命を散らすわけに。一旦身を引きます。見事だ、その武略。百の兵より頼もしい。おや、私は一体何を。戦勝打ちと襲われてから倒した。奴は一体。まあいい、あちらの連中にも話を聞いてみよう。目にも鮮やかな活躍だ。私の視線を捉えて離さぬ。俺は何をしているんだ。資源だな、強奪だなんて正しくない。肉まん欲しいなら言ってくれれば。食欲に負けて理性が吹き飛んだのか。この名を兼ね継ぐ。目を覚まさせてやる。二人とも何を言っている。なぜ邪魔をされたんだ。とにかくこれで進める。輸送兵のもとへ急ごう。見事だ、その武略。百の兵より頼もしい。強い奴が来ると聞いた。貴様ら
少しは楽しませてくれるんだろうな。バカな、よくだ。先ほどまでは確かに輸送兵に見えたのだが、よくには嘘をかけて、高虎たちには過信犯の現実を悪党の面目躍如といったところか。行くぞ、完膚なきまでに叩き潰す。こちらを討ち取った。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。両夫もやられてしまうから、つまらんな。あれは情報通り、奴らは仲間割れしてる。この気に乗じて練り潰してやろうぞ。あそこに孤立している少年が、まずは奴から血祭りにあげてやろう。もしかして我が輩狙われてる？こうなったらネタをバラすしか。諸君、さっきのは我が輩のいたずらよ。楽しめたかな。で、本当の危機が我が輩に迫ってます。助けて。バカ野郎、俺たちがもてあそびやがって到底許せんが、今はとにかくアレスたちを退けよう。ヒデに文句を言うのは後だ。俺は義経殿と共に清盛に当たる。ではそちらはお任せする。私はアレス軍の増強どもを一掃しよう。この連携は、奴らは仲間割れをしているのではなかったのか。戦え、働け、見つけ、死ぬまでだ。魔防機の闘志が、ここを闘志はせるぞ。敵を掃討する。はぁ、なんて素晴らしいのでしょう。あなたのお姿に見入ってしまいました。ここを通りたいの。だったら私を倒してからにして。逆らう相手を間違えたな。その浅はかさ、後悔させてやろう。撃ち取ったよ。培ってきた武勇を見せてやる。海の輩よ、直江兼続が相手だ。戦え、働け、見つけ、死ぬまでだ。今日はもう勘弁してやる。今日は調子が悪い。あばよ。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。ここを抜かれては流れが悪くなる。Yeah!
敵を掃討する。予想以上の腕よ。三成の息受け取った。私も負けぬ。覚えておけよ。三成こそ天下無双の地匠に他ならぬ。火をつける。はあ、敵を相当する。負けていられないな。よし、この無敵の体に挑もうぜ。調子づきよって。私、あなたを手放せないわ。さて、敵は退けた。私たちを騙した償いと救援の礼をしてもらおうか。まんじゅうに肉まん、それに酒だな。巻き込んだ皆に振る舞えよ、久秀。助けてもらった悪党がおごってめでたし。だと？つまらん。こんな陳腐な結末は実につまらん。おう、造作もない。仲間たちとの鍛錬はいいもんだな。けどこれを忘れて帰るのはやめてほしいぞ。なんか疲れがどっと出るからな。いやー、仲間との修行ってのもいいもんさね。みんなうちには結構炎を秘めてるじゃないか。それが分かって最高に嬉しいよ。仲間との真っ向勝負は心地いい。戦界での激しき訓練を思い出した。そういえば戦界の秩序は保たれているであろうか。